寛子選手と堀歩美選手でありまして、20分一本勝負。例によって黒い衣装をつけております、去年の新人王小峰寛子選手、対戦いたします。堀歩美選手は橋本さんね、はい、両方のほっぺにかわいいエクボができるんですよね。はい、はい、他にも女っぽい感じの堀歩美選手であります。さあ試合が始まりました。体はもう非常に堀歩美選手が恵まれておりまして、何か小峰選手の倍ありそうな感じがします。そうですね、かなり大きいです ね大きいでしょう今ね、はい、高橋雅美選手、現在天神雅美選手と言ってますけども、はい、天神選手とどうでしょうね、いいところ行ってるんじゃないでしょうか。ご覧ください、やはり体に物を言わせております、新人の堀歩美選手であります。まず先手を取りました。思い切って小峰寛子選手の髪の毛を掴んでおります。そしてどういう、高い位置ですね、ガンにエルボーを出してちょうど顔面ですね。そうですね、はい、堀選手と松本美佐子さんとはどっちが大きいかな。堀選手は大きいと思います。はい、そう、今日小峰選手突き指しちゃってるんですよね。はい、はい、そういえば左の、ね、はい、小指に、手に何か包帯を巻いてますよね。なんか癖になっちゃってるみたいなんですよ。だからちょっとぶつくとすぐ突き指しちゃうって言ってましたけど。なるほどね、はい、はい、まあしかし橋本も全日本女子プロレスのレポーターをね務めてなくてだいぶなりましたけども、はい、5体満足で試合をやれるというのは選手の人たちにとって本当に少ないというかほとんどないんじゃないでしょうかね。そうですね、もうあざなんて怪我のうちに入らないって言ってました。そうそう、はい、ね、最近は脱臼してもね、はい、怪我のうちに入らないと、そうですね、一人役人選手なんかも泣いてますけども、はい、本当に苦しい、そして厳しい毎日であります。サマーシリーズも今真っ只中といった感じで、今日は茨城県の那珂湊市民体育館にやってまいりました。この那珂湊は橋本さんなんか初めてですか。はい、そうです。ねえ、はい、水戸から東へ3里というんですから、はい、大体12キロ、車で今日は一緒に来たんですけども、はい、20分ぐらいかな、30分かからないぐらいですよね。そうですね、那珂川のね、はい、海に、出るところ、観光に開く人口3万4000の港町なんですけども、今日はこの那珂湊の皆さんも楽しみにしていたようであります。試合開始前からこの市民体育館もたくさんの人の列ができておりました。あ、体を生かして体当たり、こういった技はこれから数を使ってもらいたい堀歩美選手であります。この野郎ってな声も出るようになりました。相手のリングの上でね、この野郎とか畜生とか言葉はあまり良くないんですけども、はい、声が出るようになるとですね、はい、技にも迫力が出てくるそうですね。野球なんかでもそうでしょう、やはり新人の時はなかなか声出せ声出せって言われたってね、声なんか出ませんもんね。すぐ気にしちゃうと出なくなっちゃうんですよね。やはり思い切って大きい声が出るようになればね、はい、一人前であります。さあ高さを抑え込みに行きましたが、これはどうでしょうか。ちょっとポジションが悪かったようであります。小峰、さあこちら側のロープに振りました。あっと、いくすごいですね、まだいった、小さな体しかし迫力のある小峰寛子選手であります。3発連発いたしました。さあこれから大技で決めようというところであります。巴投げに行きました。あっと、そして小さな体でフライングボディアタック、しかしこれはカウント1であります。まあ、ああいうところがね、体が小さいんでちょっと辛いんじゃないかな、小峰選手もね。そうですね、はい、大技を持っておりますが、さあ今度は決まったか、ホールド体勢に入って決まりました。なるほどね、これでもか、これでもかとね、はい、フライングボディアタックにいきました。最後は堀歩美選手をホールで、破っております。しかし前線検討いたしました堀歩美選手であります。今日は去年の新人王小峰寛子選手を相手にいい勉強になったでしょう。